また会ったね、アイナくん。夢の中で会ったじゃないか、まさしく。知らねえよ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ登園時刻は2020年6月20日土曜日の午後5時48分です。今日は特にお知らせはありませんが、今日は星座占いによると一日ハッピーに過ごせるそうなんです。何座、しずえさんは。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。個人的な話ならそこまで教えていただきたいね。ふふ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかあれをね、思ったんやけどさ、島民の、この何、誕生日とかお祝いするけど、お店の人たちの誕生日もさ、あってほしくない？お祝い。なんかその日だけ安くなるとか。安くなるとか。私何頼んだっけ、たぬきマイレージプログラム。ちょっとよく覚えてないんやけど。モニカ、ねえねえ、アイナちゃん。昨日アイナちゃんがあたいの夢に出てきたの。もしかして何かあたいに伝えたいことがあるのかなと思って、メッセージカードを書いてみたんだ。お返事待ってるね。バイ、モニカ。モニカ、今あそこ通ってったよね。お、アイナ様、いつも堂々エアラインズをご利用いただき、ありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを贈呈させていただきます。堂々エアラインズ。これって使った回数によってもらえるとかそういう感じなのかな？とりあえず最初これ。あ、そっか、たぬき開発のスリッパや。今なんか、無地のスリッパ置いとるけん、ちょっと、可愛いのに変えようかなと。こっちもスリッパ。え、両方スリッパですか？ちょ、待って、見たい見たい。まず、たぬき開発のスリッパはこれ。このなんかちょっと、葉っぱのマークがついてるやつね。んで、堂々、間違えた。間違えた。え、てか私、今、裸足？え、今私、裸足でいます？ちょいと待ってね。で、これが、堂々エアラインズのスリッパ。あ、かわいい。いいね、いいね。青いやつの方がいいかも、私。え、私今、裸足で歩いてんのか。何やってんの？お、ハンナちゃん。おや、アイナじゃないか、だってね。おしゃべりして。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なとこもあるけど、住んば都とはよく行ったもんさ、だってね。うん、うん、うん。あ、そっか、今日土曜日、トタケケだ。いや、調子はどう、アイナくん。話しに来たよ。また会ったね、アイナくん。夢の中で会ったじゃないか、まさしく。知らねえよ。あ、なるほど、トタケケんとこに来たんよね。あ、アイナちゃんちゃん。あは、お話ししよう。ライブ中に話しかけられてよく怒らんね。こんな雨の日は、リンゴジュースが飲みたくなっちゃうよ。あは、なんで？繋がらないんだけど、まったく。こんにちは。相変わらず元気そうだな、の心。おしゃべりしよう。体を動かして、いい汗をかいた後は、ちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やしちゃ意味ないからな、の心。ありがとう、優しい。でもみんなさ、なんかそうやって、カッパ着たり、帽子かぶったりしてるけど、絶対顔びっしょびしょやと思うよね。確実にびっしょびしょやと思うよね。よいしょ。あ、ほら、咲いた咲いた。紫のチューリップ。あ、マミーさん。どうも。まあ、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、ダフン。世間話でも。今日みたいな日は、天体観測をするのもいいかもしれませんね、ダフン。今日みたいな日は、天体観測？え？大丈夫？めっちゃ雨降ってますけど。これなんやろ、鈴木かな。鈴木な可能性も十分あるんやけど。ちょ、待って。これね、私今確かね、お魚の釣り竿かなんか使いようよね。可愛くない？来い。どやどや、なんか普通に鈴木な気もするな。あ、ほら。くもうね、なんかね、でかいと思って釣り上げたら鈴木っていうパターンめちゃくちゃ多いよね。なんかそれにイライラするっていう風に、ツイッター上でね、見かけたりもしたけど、意見を。
ん、ないな。これ夏の貝殻やろ。もうね、夏の貝殻。あ、そういえばさ、あの、リサと海蔵くんのウェディングのやつ、レシピをもらって、DIY レシピで、パニーさんと、あと海蔵くんの二人からお礼に行ってもらったんよ。どこ行った？あれないんですけど。あ、一個がこのウェディングのステッキ。なんか思ったんやけど、この貝殻のステッキとか、あとこのイースターのステッキとか、なんか全部違うんかなって思ったんやけど、できることは全部同じっぽい。できることはすべて同じっぽいよ。あとこれもかな？竹のステッキ。やけん、まあ、このスターのステッキも。どれか作れんかったとしても、どれか一つ作れたら同じ効果が期待できると。で、あとこれ、ウェディングの柵。ウェディングの柵をパニーさんからもらって、あと、ウェディングのステッキを海蔵くんからもらった。んで、結局落ちてないんですが。落ちてないんですが、こっちでしょうか。なんか最終的に行った浜辺に落ちとるっていうね。めっちゃ遠回り。はい、今回は、海を越えて繋がっているあなたへ。お風呂で体も頭もすっきりさせたら、素敵な DIY レシピを思いついちゃったのよ。こういうのって誰でもいいから教えてあげたくなるものなのね。あなたの DIY ライフのお供にどうぞ。アイディア溢れるピティエより。ピティエって誰だ？よくわからない。低い庭石。あ、私今さ、高い庭石あったけん。これでなんかめっちゃ、ね、和風な感じの庭が。しかし、あれなんだよ。ただでさえね、センスのかけらもない私。和風って言うとさらに無理なんだな。難しいんだな、バランスとか。ちなみにあの、貝殻系じゃない、ステッキ系の家具？ステッキ系の家具の、使い道。これがなんか、ちょいと待ってよ。確か、こっちか？はい、このステッキ系の家具の使い道が、このステッキのコーデを編集。クローゼットでステッキのコーデを編集ってやって、で、ここで、何個？ 8通りのコーディネートを登録することができるらしくって。で、これで着ている服をセットを、でしたら、ちょっと待って。南国風ってしとこ。そして、これで、登録されたわけね。最初の状態になった。で、まあ、こんな感じで。これで登録できたんかな？登録した途端になんか身ぐるみ剥がされたんだけど。まあ、でもここで貝殻のステッキ。を、振る、と、パッと一瞬で着替えることができるっていうね。で、ステッキ系の家具は全体的にそういう使い方らしい。一応なんかウェディングのやつも、ウェディングドレスとか、交換できるっぽい件、愛の結晶で。で、それで、ウェディングのステッキやったら、多分、ブーケ持っとる風にできるんよね。ちょっと私としては、このコーディネートが登録できるっていうのもすごい、ね、いい感じなんやけど、部屋部屋のコーディネートも登録できるようにしてもらえたら、ステッキじゃなくてもやけど、どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。なにこれ？ん？なんだこれ？あ、ちっちゃい冷蔵庫？そちらの商品はミニ冷蔵庫でございます。かわいい。欲しい。お値段は1300ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？これ部屋の方に置こうっと。リビングじゃなくて。毎度ありがとうございます。
1300ベル間違いなく頂戴しました。で、ラタンのスツーラ、私持っとるけん。え、サボテンやん。そちらの商品はミニサボテンセットでございます。しかもセット。400ベルめっちゃ安くない？私ホットミルク持っとったんかな？ホットミルク。マグカップとしか映ってないけど。買えます。まあ、とりあえずこんな感じで。ありがとうございました。私結構女優さんみたいな格好とかも個人的に気に入っとったけん、あの辺とかもステッキに登録できたらいいなと。ね、バンバンバンって登録しとったらね、いい感じ。どうも、ルーシー。あ、ルーシー飾っとるやん。飾っとるやん、リサと海蔵くんの。ちょうどお顔が見たいなって思っていたところなんですよ。マジで、おしゃべりしよう。そういえば、アイナさん、昨日たくさん化石を見つけたって聞きましたよ。え、毎日たくさん見つけてるよ。もう鑑定はされたんですか？珍しい化石だったら嬉しいですよね、よ。なんか化石を使って、化石のちっちゃい模型みたいなのを作るのが集まりではなくなったらしいんやけど、ね、なぜなくしたんだろうか。確かに、私はなんかね、でっかいまんま、ウェンディの家に飾ったりとか飛び盛りではしとったけど、でも小さいの絶対需要あると思うけどな。あ、なんか作りよる。かじろ、やっほー。一度こだわり始めると凝りたくなり性分でな。ひっ。何してるの？かかしをちょっと工作してみようと思ってな。かかし、いいやん、いいやん。それはまたあれかな。アンチョビの家の近くとか。そうだ、俺の考えたかかし作ってみるか？なーに、簡単だから心配すんな。き。作ってみたい。いいぜ、作り方、ここにメモしてあるから、この通りに作ればバッチリ作れるはずだ。ありがとう。なんか可愛くリメイクできんのかな、カカシ。カカシを可愛く。ふんふん。カカシのレシピを覚えた。だってなんか若干不気味やん、普通のって。めっちゃレシピも増えてきたな。こんな感じ、カカシ。あ、でもこれは、あれやね。リメイクのマークついてないけん。あ、これ低い庭石。思った以上に低かった。低いっていうか平べったい感じなんやね。だって高い庭石がさ、どこ行った？あ、これか。こんな感じやん。あ、苔むした庭石もあるんか。なんか結構和風な感じのも揃ってきたような気がする。あ、で、これなんか、まあ、桜の時期に石の水受け桜ゲットしたけど、昨日かな？バルーン割って、普通の石の水受けも出てきた。まあ、断然桜の方がいいけど。カジローの部屋ってなんかちょっとね、見づらいよね。最初なんであんな演劇みたいなセットになったのかと思ったわ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私結局未だに2階の部屋を全然作れてないんやけど、どうしよっか、書斎みたいな感じにしよっかな。父親の書斎みたいな。